どうも、おはようございます。朝ごはん、じゃん、歌舞伎にゃん太郎。歌舞伎にゃん太郎のお箸です。いただきます。寝起きご飯ですか。はい、寝起きです。おかずはないです。おかずはない。お味噌汁とご飯とヨーグルト。朝はいつもあるものを食べます。みんな朝ごはん食べました？飲むとこ解禁してたって。ただじゃ解禁できないです。炭水化物取ってて素晴らしい。だって炭水化物、これ何食べてるの？エリナメコ。お箸の持ち方綺麗。そうなんですよ。小さい時からこれだけは自信あります。
ほんと。歌舞伎にゃん太郎。歌舞伎にゃん太郎をしてる人エリちゃん以外知らない。確かにメンバーではいないね。ルンバが、いや歌舞伎にゃん太郎ほんと可愛いんですよ。可愛い。もうね、今日昨日も寝る前に、歌舞伎の動画見た。また見に行きたい。ガチの歌舞伎見に行きたい。歌舞伎ね。朝ごはん、冷蔵庫にあったヨーグルトに蜂蜜入れて食べます。今日はカウントダウン TV でちょっと AKB の新曲初披露なので、よろしくお願いします皆さん。新曲のダンス難しい。だってマジでなんか振り入れ中に自分の顔を殴ってしまってコンタクトが外れたんですよ。でまぶたに血まめができた。振り付け中にこうやってバーンって手が当たっちゃってうわっってなって、めっちゃ痛くて目がコンタクトが取れて、でもここにもう真っ赤、ちょっと血出てここに、そうめっちゃ痛かった。ちょっと泣いたけど、なんか早く振り覚えなきゃと思ってすぐ戻ってきた。めっちゃ痛かった。コンタクトが取れるってびっくりした。初めてだったもんだって。でもほんとしばらくもうここ痛すぎてもうしみるの、化粧水とか。てか触るとほんと痛いから頑張ってた。
かもう鼻がやばすぎて、もうここ数週間声もやばいし、もうやばいですね。声も鼻もやばい。これ花粉かな、花粉か鼻炎も混ざって、薬は飲んでないんですけど、うん、飲んでない薬。フォーメーションも移動多そうだね。フォーメーションって可愛い、なんかフォーメーションね、うん、花粉症は人類の甘えです。だってやば、人類アンチがいる。うん、やっぱり甘えなのかな。だってやばい、真に受けちゃってる。甘えじゃないです。もうね、やばいです。自分が花粉症なのか分かんないけど、まあ、明らかに3月に入ってからやばい。でも鼻炎だからずっと鼻水はすごいんですけど、あ、なんかやばい、うん、ね、ティッシュがマジで3日でなくなる。あの大きいティッシュが自分の部屋の3日ぐらいでなくなる。ほんと鼻かみすぎて、うん、ヨーグルトは花粉症にいいって聞く。だって、え、そうなの？え、じゃあめっちゃいいやん。ティッシュ大量に送るね。だって、あ、大丈夫、あるから家にいっぱい。ギリシャヨーグルトですか。だってパルテノってさ、あ、ギリシャヨーグルト美味しいよね。うん、これパルテノ、アトピーアレルギーは小さい頃に動物園とかでいろんな菌をもらって体に耐性をつけなかったからだって。だって、いや違う、でも違う違う違う、絶対もうそういう、もう生まれた時にもう決まってんの。もうそういう子供の頃の行いがどうとかじゃなくて、もう発症するってもうあるんですよ、体の中にずっと、うん、遺伝もありますし。だ
から子どもの頃に動物と触れ合わなかったからアレルギーが増えたとかは違う。ごちそうさまでした。お散歩コース動物園だったけど全然アレルギーある。だってお散歩コースって何？ひりちゃん朝は小食なのね。だっていやなんかあるものがこれだけだから。今日はカウントダウン TV AKB の新曲初披露、皆さんお楽しみに。じゃん。私は映るのか映らないのか、いるのかいないのか、さあお楽しみに。よろしくお願いします。そしてですね、なんとなんとなんと、ここで私からお知らせがあります。なんと61枚目のシングルお話し会の受付が12時までです。皆さんよろしくお願いします。皆さん12時までなので、ぜひ今日早めに宣伝できました。ぜひ皆さん12時までなのでよろしくお願いします。お話し会買いますよ。だって本当ですか？今から行ってくるか知らなかった。だってお代理今回選抜だって。そうなんですよ、選ばれ抜擢されました。ありがとうございます。買ってから配信始まったね。なんかね、皆さんすいません、毎回毎時もう毎時ごとに件増やせてしまって、はい、オフラインなら久しぶりに買いたいのだって。オフラインもあるよ、なんか待ってるね。うん、待ってるよ。オフラインもあるよ。うん、全然ゴリゴリに売り切れてない。オフラインは一部も完売してなくて、本当に本当に完売してなくて、もう本当ガラガラなんで全然来れます。うん、来れるし、ガラガラなんで。波動で釣られてボール渡してメグに怒られました。だってえやったー、イエーイ、釣り上げたー、バシャーン。え、 CD1 枚買うくらいじゃかえって迷惑そうですね。え、そんなことないよ、待ってるね。混んでるのかと思って買ってなかったって。え、全然、うん、
ユニバーサルに変わってドキドキね。今エクつけてますか？つけてます。一人何枚までって決まってないです。今回は会いに行けるの楽しみです。だってイエイ。また支払い忘れないように気をつけないと。そうです、みんな様子見してる感ある。あら、確かに新しいレコード会社だからさ、あの確かにみんな様子見してる。一回始まってからね、一回始まるまでちょっと様子見てみたいな人もねいるかもしれないね。買ったらお代理さんにドハマりしそうで怖い。だって。え、なんで？怖いことないよ。その先に待ってるのは幸福です。ではそろそろちょっとカウントダウン TV に向けてちょっと準備しようかな。はい、じゃあ皆さん今日は絶対カウントダウン TV 見てください。 AKB48 の新しいシングルお披露目なのでぜひ。ということで、じゃ最後におランキング読みます。いきます。13位豊か、12位三千院なぎ、桃がかり、田村戦隊マユレンジャー、10位 KLOO、 11位 KLOO、 10位サイレントディームーン、9位純平、8位ひろのり、あとグマニア、7位 NC マックス、6位ファデル、5位 YS73 アットカウントダウンエリ、4位振り向けばそこにパオン、3位ミホ、2位 KK3500、 そして1位はマカシアットおだし、ありがとう。ということで、じゃあ本日の配信はこれで終わりたいと思います。皆さん見てくれてありがとう。ではカウントダウン TV 見てね。バイバーイ。